皆さんこんにちは。ギターはおしゃべりです。篠原雅史がお相手します。さて今週のテーマはようこそギタトモ。素敵なゲストに来ていただきました。ギタリストの山崎明憲さんです。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、山崎明憲です。どうぞよろしくお願いします。もちろん隣に映ってますけれどもね、日本のどこにいるのか、世界のどこにいるのかね、割とわからないんですよね。山崎さんは今どちらに？京都府、京丹後市にいます。京丹後市っていうと、北の方になるんですかね。そうですね。京都府って北の方が海につながってまして、海の京都って言われてるんですけども、天橋立とか近くにあるんですけども、海沿いに住んでます。はい。いいとこに住んでますよね。もう必ず言われるでしょ。タンゴ弾いてって。そうですね。タンゴのギタリストって言われた時にね、タンゴ、なんか一曲弾いてよって言われたりとか、もう MC でね、タンゴから来ましたと言いながらタンゴ弾くということ。いいね、美味しいね、それね、いいね。そうです。はい。さて、皆さんにね、ゲストには聞いているんです。ギターを始めたきっかけを教えてください。ですね、うん。うちの家に白いギターが、押し入れに眠ってまして、うちの母親が多分、検証かなんかで当たったんでしょうね。チューリップさんのサインがしてたと。懐かしい名前ですね。で、まあ、そのギターが当たった時に、多分母親が僕と兄貴がいるんですけども、2人をギター教室に習わせに行こうと思ったみたいで、でそのギターを持って近くので、たまたまその山崎茂先生っていう先生が教えておられまして、でまあその白いギターを持って行ったけど、まあこれは使えませんっていうことで、クラシックギターを始めたっていうのが、最初のきっかけです。それいくつぐらいの時なの？それが10歳の時ですね。はい。じゃあ割と早かったんですよね。はい。うん。でもそれからじゃあずーっともうギターを。そうですね。ちょっと一時期、危ない時があったんですけど、今45歳なので、25年ですかね。はい。あ、そうですね。弾いてます。うん、さて、その後、どっか学校に入って勉強を。そうですね。高校の時まで山崎茂先生にギターをずっとレッスンしていただいてて、うん、で、その後に音楽大学に行きたいなと思ったんですけど、はい、その僕の当時なかなかギター科が関西でもなくて、で、まあ、ちょっと興味があった、その大阪芸大の音楽工学っていうコースがあるんですけども、そこで、まあ、音響の勉強したりとか、電子音楽の勉強したりとか、そういう音楽工学っていうのは、そういうなんかコースなんですけども、そこに入学しました。その音楽工学をやったことで、今、その自分がやってるギターとこう、一緒になることってあるの？電子音楽とそのクラシックギターをね、うん、どっちもやってたんで、その融合させたいと思いまして、そういう作品をその大学時代からずっと作ってたんですけども、なんかその最初の僕2005年にレッドフィールドっていう、CD を出したんですけども、うん、大阪のホーレンっていうレーベルから出したんですけども、そのアルバムはもうそのクラシックギターと電子音楽の融合を試みた作品になってます。興味があるので聞いてみたいなと思うんですけど、データがあったら後で送ってくださいね。説明欄にこう貼りますのでね、皆さんも聞いてみたいんじゃないかなと、はい、今はどんなお仕事を中心に？今はギター教室をしつつ、まあいろんな演奏活動を、まあ、クラシックからポピュラーまでいろいろ演奏しています。うん、
音楽大学行くと、ほら、いろんな楽器の人がいるからね、いろんなこう、セッションとかコラボができると思うんだけど、今もそんな他の楽器との、そのアンサンブルみたいのはあるんですか？遠距離バンドって言ってるんですけども、サックスの山内桂さんっていう九州の、方がおられまして、その人の、作った曲をクラシックギターと、サックスで演奏するサガインっていうユニットをやってまして、で、まあ、今度5月に九州ツアーをする予定なんですけども。いいですね。ね、九州、湯布院に行きたいなと僕も思ってるんですけどね。湯布院いいですよね。いいですよね。温泉が本当に、大分は充実してますよね。はい。はい。さあ、じゃあ、お話もあれですが、ここで一曲ね、演奏を聞かせていただければと思います。ウルリック・ノイマンが作りました、愛のワルツ。では、聴いていただきます。どうぞ。いかがでしたか？素敵な演奏ですね。とても人気のある曲ですよね、これね。いや、いい曲ですね、この曲。はい。さて、新しい CD を作ったというお話を聞きましたが。そうなんです。先月、3月18日に、僕がやって
ってる山崎明則とドローシネスっていう、東京のギタリストの2人のユニットで AD っていうユニットがあるんですけども、その AD の新しい CD が出まして、それが鈴木明夫さんというサウンドアーティスト、武満徹さんとかとも一緒に仕事をしたことがある、サウンドアートのすごい先駆者の、先生がおられまして、その先生のもとに最初2年間アシスタントさせてしていたんですけども、鈴木明夫さんと、コラボした作品、太夫隊っていう AD フィーチャリング、鈴木明夫、あと安田篤美っていう、で、タイトルが「太夫隊」という CD を、3月18日に出版しました。そういえば山崎さんは作曲とかそういったお仕事をしているそうで。そうですね、演劇の音楽とかも作ったりとかしてます。その作った劇伴の中ではギターを弾くんですか？去年、新平和っていう、広島の原爆劇の音楽を、させていただいたんですけども、その時は音源を作って渡すっていう形でさせていただいたんですけども、いつもは生で即興的に音楽を入れたりとか、そういう形でさせていただいてます。楽しそうですね。そうですね。もうハラハラで、なかなか劇がギリギリまで出来上がらないんで、だからどうしても作曲とかいうより、即興で演奏しないといけない機会が多いので、鍛えられますね。だからいや、クラシックギタリスト、憧れの即興ですよ。いやいや、まあそんな 即興じゃないですけども、即興的なのは得意な方ですね。はい。のクラシックギタリストとしての顔というのは、今後どうなんですか？クラシックギタリスト。クラシックギターのは、山崎しげる先生のところで、僕、大学まで習ってたんですけども、いつもね、変なことばっかりしてまして 本当に先生に迷惑かけたなと思ってるんですけど、今日はまともに弾いてくれるんやろうなみたいな、いつも言われてまして で、最近ね、やっぱり40超えたあたりぐらいから、ちゃんと勉強しようと思って、クラシックギターの、コロナもあって、ちょっと時間があったんで、クラシックギターをもっと深く追求していきたいなと思っております。そっちの方の CD も楽しみにしていまあ、すそうのですで、ね。ぜひ。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。それでは、皆さん、また、再来週にお会いします。はい。さよなら。